こんにちは、スズランコミチのスズランです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はアルソフィラ様からセール情報が届きましたので、こちらをお知らせしていきたいと思います。このチャンネルではカリマの練習動画や楽譜、カリマ本題のレビューなどカリマに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで今回はアルソフィラ様のセール情報をお伝えしたいと思います。今週はアマゾンでブラックフライデーが始まるんですけども、それに先駆けてアルソフィラ様の方ではセールが始まります。セール期間は11月23日から11月29日までとなっております。割引商品はこちらにずらっと並べてみました。贅沢な絵ですね。はい、ものすっごい贅沢ですね。ありがとうございます。はい、ということで順番にお知らせしていきたいと思います。左上からご紹介していきたいと思います。まずはフルールの21音カリマなんですけども、こちらはソリッドタイプです。7000円から6300円となります。そしてこちらデュアルの17音のボックス型になります。こちらは6400円から5800円に値下げされます。そして次にこちらのシードの24キーカリンバ、ちょっとねキーの形状が特殊なタイプになるんですけども、こちらは1万円から9000円に値下げとなります。そしてこちらのシードの21キーカリンバ、こちらは7000円から6300円に値下げとなります。それから右下に行きまして、こちら17音カリンバシードのものです。こちらは5500円から5000円に値下げとなります。そしてこちらは通常のウォルナットの34キーカリンバ、こちらは1万1000円から9800円になります。そしてこちらのベニーカリン再再販がなんと今回あります。1万2000円での販売で限定数は70台のみとなります。最初はね30台ぐらいだっていうのをお聞きしたんですけども、工場の方でかき集めというか在庫を集めて70台に増えたそうです。今年の販売はもうこれで本当に最後だそうです。来年の製造が今後も継続されるのかどうかは工場からまだ連絡がないそうで、もしかしたら本当に最後になるかもしれませんということでした。こればっかりはね、工場からの連絡を待つのみっていうことだそうなので何とも言えないそうなんですが、はい、こちらのねベニカリン購入したかったけど遅かったっていう方もなんとかねお声をいただいておりますので、今回ぜひお見逃しなくということです。そしてこちらのデュアルなんですけども、こちらはミサ様からご提供いただいたものを並べさせていただきましたが、これと全く同じものが販売されるそうです。木に丸みのついたタイプですね。今後の工場の生産ではこちらの丸みのあるタイプのキーに変更されていくそうなんですけども、新しいものから順次ということなので今回はこちらのみ丸みのあるタイプのキーに変更されております。そして C 調です。使いやすいですね。いいですね。うん、これは好きです。私の好みが出てしまいました。はいはい、ということで今回はねびっくりするようなセール情報となりました。こんなにいっぱいのカリンバが一斉に値下げということです。特にねクーポンを入れたりすることはなく、出品される商品の金額が値下げされたもので価格が乗るそうなのでお見逃しなく。こちらはね本当に最後になるかもしれません。これはね本当にわからないので、はい、気になる方はお早めに。それぞれの商品の詳細は概要欄にありますリンクより Amazon でご覧ください。できればアマゾンでのご購入の際に私の概要欄のリンクをポチッとしてからお買い物していただけると、本当にわずかなんですけども少しだけ私の方にもアマゾンのアソシエイトプログラムによりましてちょこっとだけ潤います。そちらはすべて YouTube 活動に使わせていただきますので、よろしければご協力いただければと思います。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それではスズランコミチでした。